やあ、ジョン・ドレイヤーは、デンマーク生まれで、アイルランドで活動した、天文学者である。ウィリアム・ハーシェルらが作った、連星、星雲、星願のカタログを追放して、ニュージェネラルカタログを作成した、コペンハーゲンで生まれた。1874年、22歳の時に、アイルランドに渡り、ローレンス・パーソンズの天文大助手となった。1878年から、 ダブリン近郊のダンシンク天文台で働き、1882年から1916年までアーマー天文台の所長を務めた。1886年にアーマー製表を発表し、1888年にニュージェネラルカタログを発表した。7840個の連製、星運、星団を収録し、カタログ番号は現在も使われている。 さらに1895年と1908年には、この拡張版であるインデックスカタログを発行した。天文学史家でもあり1890年、ティコブラーへの電気などを出版した。1916年に、王立天文学会ゴールドメダルを受賞し、1923年から1926年まで、王立天文学会の会長を務めた。ありがとうございます。